まあでもね、先週ケツでちょっと言いましたけどね、寺山修司ラジオドラマブームなんですけど、もうすごいよ、大変なことになってるよ。とにかく夜中寺山修司のそのラジオドラマを iPod で聞きながら、散歩をするっていうのが本当すごいんだけど、本当すごい、俺の中ですごいんだけど、昨日この仰げば尊しも聞いたけど、その昨日も一個短編を聞いたんですけどね、短編じゃ長編だ、あれ56分のラジオドラマをテクテク歩きながら聞いたんだけど、昨日のやつはね、上捨ての風習がある東北のまあ、貧しい村なんですけどね、貧しい村で、そこの村もこう古い風習が、もう古いラジオドラマだから、古い風習が残ってて、すごい貧しい村だから。奥さんを、女房をもらおうと思ったら、まず自分のお袋を姥捨山に捨てないともらえないっていう決まりなの。もうそれはもう村にずーっと伝わる決まりなんだけど、そこに、バカの平八郎とか平三郎とかな、平吉って言ったかな。まあ、その、またグッと来ることにさ、うすらでかい。ね。で、いつもニタニタしている。で、頭が悪い。全く女にモテない。そして体臭が臭いっていう。寺山先生生きていたら実写版で僕に役をいただけませんでしょうかっていう、まあその主人公が。で、私立候補させていただきたいと思います。で、まあおなじみのその主人公と、それ、ばあさんと、あと、ばあさんが暮らしてるわけ。で、ばあさんがすごい狡猾なばあさんだから、その、おでお嫁さんが欲しいって言うと、ばあさんは、要するにお嫁さんをこいつがもらいたがるっていうことは、イコール自分が捨てられるってことは分かってるから、お前んとこなんかね、お前みたいなやつにお嫁さんが来るわけがねえだろうと、ね、思い出せと。お前中学校の時カブトムシがいねえのにカブトムシの匂いする田中くんって言われただろうと。ごめんなさい、これは寺山さんじゃないです。僕です。僕が書いたやつですけど、ね。高校の時も密かに好きだった女の子から先制攻撃で目が、笑ってる時の目が気持ち悪いって言われたろみたいなことをばあさんは言うわけで。これも寺山先生じゃないですか。まあ、お前みたいな、その、バカのところに、バカ息子のところに、来る嫁っ子なんかいねえと。いないから。この辺がシュールになってくるんだけど、代わりに袋を買えばいいじゃんと。いうことで、その、俺と、ばあちゃんとフクロウの三人暮らしをしてるわけ。ね。だけど、実はその村にはもう一個古い風習が、現代日本では考えられない風習があって、お嫁さんは女の人側に選ぶ権利が一切なくて、おばあさん、年頃になって、その男の方が、その、成人になります。嫁をもらっていい歳になります。ね。で、お嫁さんが欲しい宣言をして、おばあさんを捨てます。おばあさんを捨てると、自動的に順番に、逆に年頃になったお嫁さん、女の人がお嫁さんに来るという、こういうシステムになってるから、お前みたいなバカなところに、嫁は来ないとか、そういうことないんだ、ないと、いう、ことを、俺がある晩こう夜こう行水してる女の人の裸を覗きに行くわけね、覗きに行くっていう、まあ趣味をね、まあ趣味にしてんですけど、おっぱいが見たくしょうがないから行ったら、ばったり会った村の衆から言われるわけ。お前ね、なんで嫁もらんで、そんなにね、夜中毎日裸見てウヒウヒ言ってんだったら、お嫁をもらえばいいんじゃねえのっていうわけだって。お前順番的にもすげえラッキーチャンスになってるよと。フォーメーション的にも、なぜなら次順番来るやつは村で一番のすんげえ美人だからみたいな、そういう話になるわけ。で、そうすると、ババアだってうちのこねてたよみたいな、おでんとかこねてたよって、そういうんじゃねえ、順番で前来んだよお前みたいなことになって、そしたらさ、そのおでがさ、俺がさ、もうババアを速攻捨てねえとと思って、帰って、うば捨て山まで延々とババア捨てに行くっていうマイソングを歌いながら、すげえババア捨てに行くの、ババア捨てんぞの歌歌いながら、ばあさんを山道捨てに行くみたいな、なんかそういう話なんだ。で、まあ、全部言ってもしょうがないんだよ。そうするとその後来た嫁は嫁ですんごい性格が悪くて、
そんな口の臭い薄のろの体ばっかり、図体ばっかりでかい、気持ち悪い、いつもヘラヘラ笑ってる、その、田中くんとは、には、いくら村の決まりで人の祝言をあげたとて、から、あの、手一本、指一本触れさせねえ。で、でもなんか、うまいのが、でも初夜の夜、その、俺がその嫁の方に行くとさ、嫁は、が寝てると。で、掛け布団を取ると、嫁が、音のもんじゃ、音のものだから、どれだけその絵を想像されてるかだから、もう、初夜どうすんだよと思って、ちょっと俺エロいことを考えたりして、するじゃん。下手したら嫌がるのに力ずくでみたいなシーンになっちゃうんじゃねえのみたいなことを思ったりしてると、浴衣。浴衣の生地が、浴衣すべて、細かい、ナムアミダブツって書いた浴衣を着た嫁が、喉ギリのところに鎌を当てたまま寝てんだって。で、触ったらつくっていう。なんだこりゃと。変な話、ちょっと15秒前までチンコ少し固くなってたから、ね、ところ思いっきり突き落とされながら、延々とその話を聞いてんだけど、びっくりすることに、それがどんどんこう、大変なことになってくるわけ。いろんなことがあって、何十日か経って、バカが山に戻ったらばあさんがまだ生きててとか、いろんなことが起こってくるわけ。で、起こった挙句に最終的になんだかんだで、おしまいってなって、そのおしまいになった時には、なんとか終わってくれたって感じで、こっち側からしてみたら怖いから。うわぁ、なんとか終わってくれたわーと思って、で、まぁ、次この、シャッフルモードなんていうか、青毛バト落とし流れたりとかさ、他の音楽流れたりとかするじゃない。で、ふって家で寝ようと思ったらさ、よく考えたらオープニングからフクロウが一回も出てきてないんだよね。フクロウ何だったのかが最終的にわかんねえんだよね。もうちょっと悪いんだよ。月曜。いやーで、その今の話のさ、CD になってんだよね。その、ごめんなさい。CD のジャケットってか解説文に書いたんだけど、コミカルなラジオドラマだって書いたんだけど、コミカルではないし、まあ、陽気なとこもなくはないんだけど、コミカルではないんだよね。途中、魔男が入って、まあ、主人公の俺が、大きな棒で、魔男とその神さんを、延々とぶん殴り続ける描写とか、一切コミカルじゃなかったね。そこのところポコンポコンとか音入ってないからね、ふんががふんががってずっと言ってるから、コミカルだちっともないんだけど、まあでもあれを真っ暗なとこで聞いてんのが面白いんだよね。で、真っ暗も家の真っ暗だと逃げられるんだよね。なんか他のことをしようということにも逃げられるし、あと、歩いてたり、それ早歩きで歩いてて、ちょっとやっぱり、その、ランニングハイまで行かないけど、疲れてたりするのも、いい効果なんだよね。で、まあもちろんその、寺山修司さんという人の才能はもちろんすごいんだし、そのラジオドラマ作ってる人もすごいんだけど、で、あんま声が声出ちゃうんだよね、俺。これちょっとみんなで話したんだけどね、俺ラジオを聞く才能があんまないんだよね。黙って聞いてらんないんだよね。で、先週聞いた黙示録っていう方も、黙示録って方はもともと怖い話で、なんか電車、ローカル線に乗って、電車で乗ってたら、他の乗客が、まずこう一番最初に出てくる乗客が、女の、綺麗な女の人で、で、声も綺麗だから、すごい綺麗な想像になるわけ。なんか、こんな感じの人かなみたいな、想像になったりするんだけど、そいつはなんか、風呂敷包みを抱えてて、その風呂敷包みは何って聞くと、中には、鳥かごが入ってて、ほうじろが入ってるってのね。なんでこんなローカル線、山奥に行くローカル線に、ほうじろを持って乗ってんのって言ったら、昔、その、この先の駅のそばで、このほうじろを取って、都会で飼ってたんだけど、懐かないと。で、この懐かない鳥飼っててもしょうがないから、やっぱり捨てるだっていうんで、その元いたところに話しに行くっていうのね。でもそんなね、話すんだったら別にその辺で都会で話したって法事の中山帰ってくんじゃねえのとか言うんだ。いや、それじゃかわいそうだからみたいな話してて、でちょっとその風呂敷包みの中のさ、法事の見せてよったら絶対見せないって入り口これだぜ。気になるってそんなの、ものすごい。これでやめられないじゃん、もう絶対。で、女は、その、法事を見せてダメって、見せてダメなわけ。で、言って、見せてよ、ダメよっていう繰り返しの中で、ちょっと離れた席には、松葉杖を2本持った怪我をした軍人さんがこっち側に絶対顔見せないで座ってて黙ってるっていうわけ。気になるじゃん、そんなの、もうすごい。
ものすごい。で、その先に、旅芸人の一団が、その、座ってて、で、あとどんな座ってたか、まあ、そんな状況の電車に乗ってて、で、ある程度までその人のエピソード聞くと次の人のエピソードになって、また次の人のエピソードってなるんだけど、トンネルに入るとみんなが一斉に変になるっていうか、変になる描写が急に始まるの。電車がトンネルに入った途端に、どっからともなく祭り囃子が聞こえてきて、全員が踊り始めて、それで、軍人さんの松葉杖が元の生きている木に戻って、地面にこう根を張り始めたから、軍人さんは踊りたいけど踊れないみたいな。それで、その旅芸人はみんな踊ると。で、ふと気がついたら、その風呂敷包みの中から一切音が聞こえない。バサバサとか、こんだけの騒ぎの音が聞こえないから、本当に鳥がいるんだかどうだかすごい心配になってきて、中の、鳥はどうなってんのって聞いたら、鳥を殺したのはあなたよって言われるみたいな話なの。もうわけわかんないわけ。夜中俺こうやって歩いてて。で、そうするともう今みんなが置かれたみたいな状況よ。わけわからないものが延々と耳から入ってくるわけだから。だからもうそうすると自分が怖くなくいるためには、わけわかんねえよって言うしかないじゃん、もう。ねえ、わかるでしょ。怖くなくすんのには何が一番かって言ったら、言うことだよ。わけわかんねえよとか、ね。なんちゃってですよ。なーんちゃってねー的なことを言うしかないじゃん。だけど、これは今ね、この流れを全部聞いている人や、俺にとっては正当な行為ですけど、夜中の皇居前においては、ポリスマンが駆けつける行為なんですよ、間違いなく。久々に、職務質問されましたしね。すごく納得のいく職務質問でしたね。これを職務質問 しないのならば、僕は税金を払いたくない。きちんとちゃんと、職務質問されたなっていう感じ。なあ、道を考えてね、道を。